皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は今年の4月に新苗を購入して多肉植物の土に植え付けて育てているバラジュリアの様子をご覧いただきます育て始めて約半年経過しましたが意外なほど順調に育ってくれています多肉の土は水はけが良すぎて水切れが心配でしたが特に問題なく夏を越すことができました まずは現在の株の状態を詳しくご覧いただいて、その後に僕がどのようにジュリアを育てているのか、管理方法についておさらいしようと思っています。園芸ガーデニングに興味のある方や、ジュリアの栽培を検討している方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 それでは現在の株の株状態をご覧いただきま,すまずは今咲いている花からです昨日まではつぼみの状態だったのですがあっという間に開いてしまいましたまだ気温が高いからかもしれませんジュリアは花色がとても魅力的ですよね茶系でミルクティーのような色合いをしていますもう少し気温が下がってきたり充実した枝先であれば 開き切る前の花を楽しめるのかもしれません今年はできるだけ葉っぱを残すために花首だけを切り戻しているのでボリュームのある花は来年以降に期待しようと思っています続いてつぼみの様子をご覧いただきます細い枝先ですがこの枝には3つつぼみがあります 今花が咲いている枝にももう一つつぼみがあってこちらには小さなつぼみもありますねそしてこの枝にも一つあります全部でつぼみは5つ残っています。 続いて葉っぱの状態をご覧いただきます花の咲いている枝の葉は少し害虫に食害されています数日前に見つけたのですが葉っぱの裏側にびっしりと害虫がいました他の葉っぱは比較的状態がいいと思います7月頃から卵の殻とお酢を反応させて作ったカルシウム液肥を散布しているのですが その効果が出ていて、葉に硬さを感じるようになりました。薬剤散布はしていないので、所々害虫の被害がありますが、それほどひどい状態ではありません。雨に当てないように管理をしているので、黒点病にかかることもなく、株元の葉も残ってくれています。 続いて現在の樹棒を見てみましょう枝が少し斜めになっているのですがまっすぐ上に伸ばせば約1 5 0センチぐらいですジュリアは枝が暴れることなく素直に上に伸びるタイプのバラなので扱いやすいなという印象ですすでに6号鉢では窮屈な感じになってきました風でで、倒れてしまうことが何度かあったので 一回り大きな鉢に植え替えようと思っていますそれでは僕がどのようにジュリアを育てているのか管理方法についてお話ししていきますまず植え付けに使っているのは多肉植物の土ですご覧のように粒状の用土主体のとても通気性水はけの良い土です その上にヤシガラチップのベラボンでマルチングをしています。多肉植物の土は水はけが良い一方で、保水性に乏しい側面があるので、水やりは毎日たっぷりと与えています。夏を越せるか若干心配していましたが、水切れを起こすことなく元気に育っています。肥料は液体肥料のハイポネックス原液を、 1,000倍に薄めて週1回与えています。7月からは活力剤の散布も始めました。先ほどお話ししたカルシウム液を陽面散布したり、乳酸菌や酵母菌、納豆菌を培養した微生物資材の愛媛藍を株元に散布しています。今年は天候不順だったこともあり、活力剤の重要性をすごく感じました。 それででは今回のの動画のまとめです。バラジュリアを多肉植物の土で育てる動画の6回目をお届けしました無事に夏を越すことができて秋バラのシーズンに突入しましたが本来のボリュームで花を咲かせるにはもう少し時間がかかるかなと思っています株の生育自体は順調なのでこのまま雨に当てないように管理をしていこうと思っています 今後もジュリアの様子は動画で撮影する予定ですので興味のある方は次回の動画も是非ご覧ください。<music>